こんにちは、助産院学校助産師の久子です。1ヶ月以上前からずっと言ってたご飯食べに行きたい、ようやく叶いました。今日はマークとランチデートです。今日はチートデー、ごちそうの神様が降りてきた。今日は厚切り美味しそうでしょ。夢中で撮ってますよ。私ね、実はめっちゃくちゃ食べるんですよ。マークがいつもドン引きするぐらい食べるんですよ。もう今日は食べるよ。食べるからね。ビュッフェでございます。いっぱい入れてきた。でもこの後ででっかいローストビーフが来るんですよ。なので調整しないとローストビーフが食べれないんだけど、並んでるのも全部美味しそうで、結局こんだけ取ってきちゃった。これまだでも第1弾なんで、多分私これをね、あとね 2,3 回は行くんですよ。でいただきます。あー美味しい。もういつから言ってたかな、2、3ヶ月かな。あ、パスタが来た。本日のパスタ、こんな大きいお皿に、こんなおしゃれ、幸せだな。よう頑張ってるからな、ほんまに頑張ってるな。今日はチートデー。チートデーって意味知ってる？なんとなくぼわっと分かってるんで、ちゃんと教えてよ。チートっていうのは、ごまかすとか騙すっていう意味。あかんやん。体が今筋トレトレーニングしてて、食事もめっちゃ考えてやってるやろ、エネルギーが足りなくなってきたら、代謝を落としてその栄養素で体を回そうとする、だから代謝が落ちてくるから停滞期、体重が落ちなくなってくる。あ、そうなの、そこでガツンとこう栄養を入れて、体にいや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 、栄養めちゃめちゃ足りてますよ、どんどん代謝しても大丈夫よ、栄養たっぷりですよって体を騙す、騙すんや、結果だから食べた後はもちろん体重増えるよ一時的に、そこから代謝がぐんと良くなるから、体が、あ、そんな溜め込まなくてもいいんだ、どんどん使っていってもこの体大丈夫だって騙されるから、またそこから体重がぐんぐんぐんと落ちる。これチートで、BMI がだいたい20前後、20から22、3ぐらいまでの肥満ではない普通の体格の人やったら、チートデーはだいたい週1から10日に1回入れるといいらしい。で、BMI は25の人以上の人はもうチートデーは入れてはいけない。ちなみに僕24やけど脂肪でBMI が高い人と、筋肉の BMI、BMI っていうのは身長に対する体重の比率やから、そうやな、筋肉量は標準より多い、だからいいと思う。いける、よかった。チートデーに乾杯。乾杯。あの、一食どころか二食三食、今日はもう好きなだけどうぞっていう日さあ、こうありえんぐらい大食いを発揮できるからな。日頃隠してる大食い、誰かとご飯食べに行ってよくびっくりされるもん、こんなに食べるんですか。普通やったら今取ってきただけでも、まあまあ女性やったらお腹膨れるで。今前菜ですよ昨日も夜遅うまであんなに頑張っとった。ねねちゃんの靴下、大きなプレゼント入れるやつを、それを発表会飾りはんが頑張って作りました。フェルトあれ一つずつ待つって言っとったよ。ブランケットステッチ、いつから作るは、え、昨日の昼からやったんじゃん。昨日の3時ぐらいから、あ、もうこんなん置いといたらいつまでたってもやらへんの、もうやろうと思って、で夜中までやってできた。夜6時半に完成してめちゃくちゃ早いな。よう頑張った。日頃頑張ってる久子に今日はごちそうが待っとったな。ごちそうの神様が降りてきた今日は。
こういうとこ行けたらあれちゃうの、料理するテンション上がるちゃうの、新しい発見があって。そう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 、基本料理好きやから、こうこれどうやって作ってるのかなとか、これ何入ってるかなとかっていうのは考えて、大体まあ再現できるよ。さて今日の料理は再現するんでしょうか。これも時間とな、余裕があったな。でも時間がない、忙しいっていうのは理由にしたくないよね。でも日頃作ってる料理の種類だけでも一般的な家のイメージとは違うからな。今朝も 何品 1,2,3,4,5 品やったね、朝ごはん。びっくりされるもんな、いつも朝にわざわざ作るわけじゃなくて、うん、残り物とか普通にこうアレンジして出してるだけや、うんうん、残り物を出してくれてる感じがせえへん、うん、新しく今作ってできた感じで出してくるやん。残り物の皿に温めて入れるとかじゃないやん、うん、ちゃんと盛り付けるやん、うん、いやああいうのはだからほんまに美的センスやと思うよ、うん、この大きい皿にパスタがちょこっと、そうそう、こういうのはだからお客さん来た時に、うん、あこれ真似しようと思ってやるわけ、うん、このパスタどうやった。おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。具体的に料理人として料理人ちゃうけどこういう料理って2人でパンあんまり食べへんよな。そんなん時間がないもんな。だ夜はだまず私立って食べてるやん。ちさ子がテーブルに座って食べるっていうこと自体がまず家ではないもんな。お皿に盛り付けて食べることもないもん。でもその分子供たちはみんな笑顔なってるん。よう頑張ってんな、ありがとう。よう頑張ってる。しゃべりながらでも手止まらへんもんですよ、一応あたり。どんどんお皿が空いていってます。これ前菜ですか、うん、オードブルのオードブルぐらいこれかららしいです。おいしい。筋トレやってもうどのぐらいなの。半年。半年なの。ここまで久子がハマると思えへんかったな。大好き初め僕がお試しで行った時一緒に連れて行ったの。どんな気持ちだった。かなりさ仕事いっぱいいっぱい、こんなこんな昼間にそんな仕事抜けて行く時間どこやろ、何考えてんの。マークはっていうことやな。いや運動はしたいと思ってたけど別に筋肉むくむきとか興味ないし、うん、ないし、私の中のスポーツは有酸素運動、無酸素運動っていうのは経験がないやん。陸上にしても水泳にしても有酸素運動なんだ。そうやな、負荷をかけててそういうスポーツを知らんから、うん、やってる人やんかすぐふぅふぅふぅとか言うでよ。何言ってんのこれ。何がはぁはぁやねん。なんか闘争心がめっちゃ入った。入ったやな、あの時。撮影してても腕をこうなんか飛んだりした時に画面越しにおいい腕してんなって思うことがある。こうやった時に揺れんくなってる、ここがブヨンブヨンやったもんな。あほんまほんま、わかるわかる、うん、腕太なってるもんな。なってるよな、ただ細い人じゃないで皆さん目が輝いてるでしょさあ子はローストビーフが大好きやもんな。筋トレと同じ。肉が好きやん。筋トレとローストビーフどっちを取る。筋トレマークと筋トレは さあ2つに1つ選ばなあかん。さあどうする。マーク頑張れちょっとドキドキしたけどうん、通常は 200g なんですけども 300g のでかいやつにチェンジしてもらいましたこれ美味しいね、念願のローストビーフ厚切り、美味しそうでしょ。低脂質高タンパク食やで。いただきます。
こんなローストビーフあるんや。2ヶ月間よう耐えたな。よう頑張った。ひさこはもう頑張りすぎるんで、頑張らんでええなっていうことを言いながら、頑張らんでええことを頑張りすぎてるじゃない。だから頑張ることを苦痛やと思って、いや本当はやりたくないのに夢中ってやってるのは、それは頑張ったらあかんと思う。もっと力抜けって思う、うん、でも私は、うん、この頑張ってる自分が好きなんよ、うん、これ頑張らへんかったらもう私じゃないやん、うん、物気になるんです。一つ一つそう言うたら楽しんでるもんな。そうやねん。だからしんどいねんで、だから自分を追い込んで、うん、ほんまになんかで、うん、しんどいねんけど、うん、その追い込んでる状況に自分で酔うねんや、うんうん、それが心地いいね、うんうん、そのギリギリでやってる自分が、うん、まあ、無理してんねんけど、うん、でもギリギリのラインっていうのをどこまでやれるかっていう、なんか限界の挑戦みたいなのかな、うん、もうそれが自分やね、うん、だから追い込んで、うん、そこに達成感と幸せ幸福感を味わえる、その先に待ってるものを知ってるから、スポーツやってきて、でそれはそれを私から奪われたら、私多分もうほんまに廃人みたいになるよ。私はみんなに頑張りすぎ頑張りすぎって言われん、もっと休んでくださいさこさんって言われんねんけど、私休ませたらどうなるか恐ろしいって思うよ、うん、難しいね、私の取説。ひさこの取説っていう本書いても買うん僕だけやもん国体出たその話をようして例題にするやん、その頑張るっていうところへ。でも僕からしたらその時より絶対今のが楽しいと思う。え、陸上やってる時より、より今の生活、今の生活の方が楽しいんちゃう。いや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 、あれはもう目立って、もうねゾーンに入ってるよあの時、うん、でなんかおかしいテンションの中にいる自分みたいに、それがめっちゃ心地いい。いや熱く語りますけど、まだまだ限界が全然ないっていうことやな今。結構限界どっちやねパン取ってきました。おかえり。パン取ってきました。え、今お腹の終わり8割え、久子4割4割。そんなわけほんまに何割までする予定なの。10割ここからですわ。こっからいきますよ。さあこっから早送りでいこうか、うん、いつか子供も大きなっていったら世界中のなんかこういうビュッフェを食べに行きたいなと思うな。僕はいろんな国行ってきたけど、うん、あー美味しい。さっきは美味しい何回言うたから、うん、もう一回聞くけどさ、もうお腹いっぱいやろ。ちょっとゆっくり食べさせて。おかえり。控えめですよ今ね、うん、悩んでるの。本日のパスタをおかわりするかなんかを悩んでいる。あ、本日のパスタもう一つ、はい、はい、一つだけ、はい、まさか人生で沖縄で移住して暮らすなんか思っても見えへんやと思って。まあ何が起こるかわからんな。ローストビーフとマークとどっちを選ぶの。マークやって言うてよ。あ、筋トレとマークはどっち選んだ。マーク体にとって僕めちゃくちゃ今ええと思うわ。食生活もう決まった時間に食べるやん、でいっぱい寝るやろ。
寝すぎだって昨日なんか7時に寝てやで、ね、起きたん6時前やで、ね、何時間寝てる途中ちょこちょこ起きてるとしても10時間寝てんだよ。年齢的に8時間以上絶対 寝た方がいいやん。そういう時だけ寝るんですよデザートが出てきました。マンゴーやねきっと。おいしさでももうまあまあお腹いっぱいやったやんけど今もう出てきたらこれまた余裕で食べれるよね。さあこのコーヒーの飲み方一杯目2杯目大量のミルクが入っています。もうすでにコーヒーじゃなくなってるでしょう。 1.5 倍あ、めっちゃ美味しい。手を合わせましょう。パチン。はい、ごちそうさまでした。たまにはこういうのもあってもいいよね。はい、明日からまた頑張ります。ごちそうさまでした。さあ帰ろう。食べ過ぎた。ちょっと寝ていい？ええよ。苦しい。おやすみ。おやすみ。寝ます。起きたらついてるから。はい。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。